3月22日の誕生日で90歳になるんですね。第二の黄金期って言ってるんだけども、本当に悪ことなき政策ですね。立畑と言います。僕は今回に関わることでは草間彌生美術館というね、2年前にできた美術館の館長をやってまして、1975年だと、それ以来だから本当に広島で非常に長いお付き合いをしてきました。40年近くなるんじゃないですかね。ちょっとね、顔つきもなんかこう、ね、存在感があるんで怖い人に思えるかもしれないけども、非常にチャーミングなね、あどけない少女のような。ただアートに関してはものすごく厳しいし、厳しさとそれは温かい気持ちがこう一体化しているような、そんな方ですね。世界中のおもろった美術館ではほとんど回顧展が行われてしまった。今回のはね、回顧展というより新作金作に焦点を当てて、このカボチャはね、自画像だった。ぽっちゃりして可愛いでしょ。ものすごく深いヒデがこう刻み込まれていて、非常にこうどっしりと存在感、威厳がありながら、しかも可愛くてぽっちゃりしてるっていうのが草間さんが自分のイメージなんだね。バルーンのね、黄色と黒のパターンがついたバルーンがニョキニョキとこうそびえている、人々をね圧倒するような力のあるインスタレーションが見えたというのは僕も初めて見ましたんでね。それからミラールーム、その中に入って見られるというね、自分自身の姿もそこに映るというね、無限に反復を繰り返す空間の中に自分自身が溶け込んでいってしまうような、草間さんはね、テストとか試験とか一切ないんですよ。狙い通りのものが全部一挙に出来上がってしまうんで、これダメだから失敗作だから見せませんっていうようなサンプルはないです。最新作のね、我が永遠の魂というシリーズ、このシリーズは500数十点になっているんですけども、今でもね、毎日毎日これに取り組んでいて、ほとんど2日ぐらいで、あるいは3日以内に書き上げてしまうんですね。魚とかね、人の顔、まあ多くの場合自画像なんですけども、ぱっちゃりした可愛い花とも言えると思いますし、これもこの花は特にそういう気がするんですけども、でもよく見るとね、ちょっと怖い花っていうね、食虫植物みたいなね。草間さんの非常に美しくて華麗でチャーミングで、おとぎの国のような楽しいイメージと、そこにどっかこう脅しの効いた不穏な雰囲気、怖さみたいなものもこう潜んでいる。そこがまあ逆にね、多くの人をその謎でくるみ込む。水玉の女王と言われています。水玉は本当に5歳の時に描いた泥の絵で出てきてるんですね。本当に心理の奥底から出てくる幻覚のイメージなんで、周りの増殖する花柄や水玉の夢が自分を襲ってきて、で自分の体に張り付いて自分がそこに飲み込まれてしまってます。やっぱりそれは恐怖の幻覚だったらしいんだけど、それを彼女はあえて絵にすることで、5歳の子供たちだから、子供だったから、それを描くことで、まあ、その抑圧から逃れようとする。これは、まあ、本能的な芸術療法。年は27歳、58年ぐらいですかね。草間さんはね、若くしてこう画家になろうと思ってね、絵を描くことに先進しようとするんだけども、名門の師匠だし、お母さんが非常にこう家を全部取り仕切っている非常に強い存在でね、お読みくださいっていう絵がいっぱいあるわけですよ。草間さんはそんなことも全然興味なくて、絵を描くことに先進しようとするのね。で、非常に親子の激しい、本当に壮絶な戦いがあって、絵を全部壊されたりしてるんですけども、草間さんは自分の画家としての野望をね、満たすために、ニューヨークに渡らなきゃいけないと思うんです。60年代から70年代を席巻するニューヨークの新しい動向の先端を切り開いていく。イベントを彼女は企画するんですね。男女とも
出ないなって、ストリキの下にさ、ニューヨーク近代美術館の中にはロックフェラーガーデンの裸の男女を20人ぐらい着せて、自分も裸になってそこに侵入してって、ちょうどセックスみたいなね、言ってて。これはもちろんその根底にあるのは、愛によって世界を救うというような気持ちがあったと思うんですけども、草間さんがニューヨークから十数年のね滞在生活を切り上げて帰ってきた時、特に日本の報道機関がね、でなんかその時にスキャンダルの女王草間彌生みたいなさ、ニューヨークの負け犬を日本に逃げ帰るみたいなさ、そういう意地悪な報道がされて、ちょっと親戚からもね、困ったやつが言ってたなと思った草間さんに、ひどいのはその彼女の出身した松本の高校はスキャンダルの女王になった時に、学籍名簿から卒業者名簿から彼女の名前抹殺しちゃうの。この学科がさ、すごい誤解にまみれて、これはね、なんとしてもこの画家の天才を、我々の時代の最も重要な画家だっていう草間彌生の姿をこう社会に伝えなくちゃいけないっていうね。ある日からね、自分がマスコミも含めて露呈することをもう嫌うようになりました。最近はもうね、どんな大きな展覧会が有名な美術館であっても、オープニングには現れないですね。最近こう自分の作品を売るのを拒絶するようになりました。こう手元に置いておきたい。草間さんの愛っていうのはね、まず彼女はその自分を自分で愛してるし、それからまあ多くの人にも愛されたいというね。でも草間さんはね、もう偉いなと思う。その現実的な意味で偉いなと思うのは、やっぱりね、今の社会、今の現実というものに対して非常に深い悲観と関心を持っていて、愛によってその何としてもこの社会を救わなきゃいけない、戦争を防がなきゃいけないっていう真摯な思いが立ったんだなっていう。そういう嫌な人のそばにいて、人間的にも偉大と思える人のそばにいられるのはね、僕にとっては非常に重要なことですけども。